いいなお話ね。いいよね。ね。まあ注目はね、イケメンなボイスでそう言うところがあるかな。だね、そこだよね。ね。うん、このお話では鳥取県の男性ガブリエルさんからいただいた幼なじみ、群馬県の男性ゴリラさんからいただいたクリスマスなどのキーワードを参考にさせていただきました。ありがとうございます。では AKB48 の私たちの物語番外編ドラマパート2、クリスマスの再会スタートです。ここは東京欅坂近くにある公園。今一組のカップルがベンチに腰掛けています。小林由依と渡辺梨沙央。もうすぐクリスマスだね。由依、なんか欲しいもんあるか？バイトで金貯めてるから何でも欲しいもん言いなよ。じゃあね、グランドピアノ。オッケーって無理だろ。嘘嘘、ね、一緒に映画行ってご飯食べるだけでいい。梨沙央くんと一緒にいられるだけで嬉しいから。そっか、ユイは可愛いこと言ってくれちゃうよな。じゃあそろそろ行こっか。うん。サックス持とうか。うん、大丈夫。まだやってたんだね。うん、なんかね、たまに吹きたくなるんだよね。イブはどこに飯食いに行くかな。何食いたい？そうだな。とその時、ユイの目の前にイケメン男子が近づいてきました。ユイ、久しぶり。って志田くん？よよっていつ戻ったの？先月。あ、梨沙央くん、この人私のその幼なじみの志田くん。あ、この人は彼氏？そうです、はじめまして。どうも。じゃあまたな、ゆい。あ、何？まだ続けてたんだな、サックス。これは別に。ゆい、何？後悔してないか？いきなり私の前に戻ってきた志田くん。私は彼と二人でたくさんの季節を過ごした。彼の口癖はいつだってこうだった。後悔してないか？AKB48 の私たちの物語番外編第176話、クリスマスの再会。小林由依、小林由依、志田くん、志田真中、渡辺梨沙央、渡辺梨沙、ナレーション山寺宏一、原案小林由依、志田真中、渡辺梨沙、脚本北坂雅人。ここは休日の東京原宿。たくさんの若者が行き交う中を小林由依が歩いています。私の名前は小林由依。どこにでもいる大学4年生。就職も決まった。そんなに大きな会社ではないけれど満足している。就職してから役立つように英語でも習うつもりだ。音楽は好きだけど私には才能ないし。同じ大学の梨沙央くんと付き合って半年になる。今年は初めてのクリスマス。今日は彼にクリスマスプレゼントを買いに来た。ああ、本当はワクワクしていいはずなのに。でも私の心はざわざわしていた。まさか志田くんと会うなんて。よう、ゆい、また会ったな。志田くん。目の前に志田くんが立っていた。偶然だな。これから彼氏とデートか？そんなんじゃないけど。高校卒業して以来だから4年ぶりくらいかな。忘れたけど。なんか怒ってる？別に。俺のこと怒ってる？いきなり勝手に行っちゃうし、ニューヨークに。あー、またすぐに戻るんだけど、あっちに。え、そうなの？あー、やっとさ、なんとかピアノで食っていくことができるようになったんだ。すごいね。志田くんと私は同じ高校のジャズ研究会で、彼はピアノ、私はアルトサックスを吹いていた。ゆいはさ、本気でやんなかったんだよ、サックス。志田くんと違って才能ないし。本気で言ってんのか？え？俺、お前のサックス、めっちゃ好きだった。嘘。ほんと、胸にぐさってきた。お前さ、才能とか言ってんじゃねえよ。え？ニューヨーク行ってよくわかったんだ。才能なんて言葉を使っていいのは、
散々努力してそれなりに仕事している人が100を101にする時だけかなって。私にはきっと努力する才能がなかったんだね。残念だよ。お前が音楽やめちまってよ。それで後悔してないか？してないよ。彼氏優しそうなやつだな。優しいよ。その時向こうからリサオが歩いてきました。よ、よう。リサオくん。いやー、ユイにクリスマスプレゼント買おうと思ってさ。私も。あ、シダくんとは偶然会って。そっか。本当だよ。あ、本当に偶然会ったんだ。分かったよ。ユイのことよろしく。お前に頼まれなくても分かってるさ。そっか。あ、俺さ、明日にはまたニューヨークなんだ。クリスマスイブなのに？ああ。そう。あのさ、積もる話もあるだろうからさ、二人でお茶でもしたら？俺、ユイにプレゼント買ってるし。リサオくん。ありがとう。いいって。じゃあな。いいやつだな。うん、いいやつ。本当はさ、ちょっとくじきそうになって、それで日本に戻ってきたんだ。でも、ユイの顔見たら、気合入ったぜ。昔、言ってくれたもんな。志田くんのピアノの音色、好きだよって。言ったよ。頑張って。私、ずっとずっと応援してるから。二人でいろんな季節過ごしたな。小さい頃から。向こうにいるとさ、よく思い出すんだ。ユイと歩いた桜並木や、海、紅葉したイチョウ並木に、雪道で、いつも自分に問いかける。お前は後悔してないか？そうだね。え、志田くん、志田くんが教えてくれた言葉でね、私が一番好きなのはね。何？生きるとは変わること。そんなこと俺言ったか？言った。そっか。会えてよかったよ。ああ、俺も。じゃあな。志田くんの背中が人混みに消えていく。私は小さな声でつぶやいた。あなたのこと好きだったよ。